さてここでですね SNS で「ハッシュタグ感動」の正体として感想投稿キャンペーンを実施しておりますがたくさんの熱いメッセージが集まっておりましてこのです、ね、ボードを今回ご用意しましたあの熱いメッセージが手書きで寄せられています小さな付箋ですべて手書きで文字が書かれているんですが皆さんぜひ気になる感想があったらあげていただきたいなと思っております かなり横浜さんいいろろ寄せらあのまずこれこんなに感想をいただけたことに感謝してますしだからこそあんまり選びたくないっていう気持ちありますよねピックアップして皆さんの思いをしっかりと目に焼きつけたいなっていうすべ、はい、て手書きで書いていただきました、はい、吉岡さん何か気になる感想などあえてあげるとしたらでいいんですが、えーはい、ありますかえてですか全部いいですよ本当に。 すいませんああすいませんんんごめんなさい失礼しました私これ「ほ、え、のー、暗いこの時代に優しい光を照らしてくれるような温かさを秘めた作品だと思いましたたくさんの人に届きますように」ってそうなんか一見やっぱりあよ,よいいいい,いい感想ありがとうございます。 吉さん今途中で言いかけたことを本当にでもその映画がスタートしたばかりの時ってやってサスペンス要素がすごく強い映画っていう印象があると思うんですけど実際、ね、見ていただけたら分かると思うんですけどやっぱサスペンスだけではなくて最後にやっぱ希望的な本当にぬくもりのある映画なのでそれがちゃんと届いてるっていうのは,では <laughs> 読み入っちゃってる。<では> <laughs> <laughs> 持って帰りたいでしも全部。すみませんはい見てしまっています。<laughs> そうですね本当に小さい文字でたくさんの熱いメッセージをね書いていただいております。すごいね。私もう一個ありましたああ。ありがとうございます。すみませんねありがとうございます。あ,あすみませんあの自分のセリフなんですけどそれが届いてるのが嬉しかったのが。 君には未来を生きる権利がある、この一言につきます、感動しました、それね、ここにもあるんですよ。ね、もう私、このセリフに命かけてたところあったんで、すっごい嬉しいですね。非常にね、印象的な、ね、セリフですよね、安藤さんの、ね、横浜さん、数相当見てるんですけどね、もう横断してますからね、ほぼ全部見ている。いやすみません。はい いやちょっと全部受け止めちゃって、ええ、あの皆さんに今発信できてないっていう。<laughs> <laughs> 皆さんに全部見せてあげたいくらいね、うん、素晴らしい。ね、やっぱり人を信じる力。 といううよな信じる系の感想やっぱり多いですよねやっぱりそういうことが希薄な世の中じゃないですかなんか<ー>ともすると人の揚げ足取りとかねそんなことばっかりにエネルギーを注いでねなんか人と人とのコミュニケーションとかそういうのもねどんどん薄れていってる世の中の中でやっぱ映画見てこういうふうに何て言うのかな感じてくださるっていうのはやっぱその,映画,の映画との出会いって人生変える時ありますからね。あの映画を見たことで はい、自分の人生勝ったみたいな瞬間ってあるじゃないですか。はい、そういう作品になってるっていうのがもう何より嬉しいし素晴らしいというふうに思います。どうですか、龍セク？でも本当にそう思います。<laughs> 早く言ってよ。いやいやもう、はい、<laughs> 繋いでるんだから。すいませんすいません。もう吉岡さんが三つ目いっちゃいますよ本当に。<laughs> すごいな。ええ 横浜流星素晴らしいみたいどの横浜流星にも聞き込まれましたとか自分のこといっぱい書いてあるから照れちゃってんじゃないの違うこれはは私推いうす皆さんねそれぞれの推しがねす素敵でしたね彼もねでもやっぱ自分自身関わっていく人々の人生を考えさせられる映画でしたっていうのもやっぱ嬉しいですよね世の中捨てたもんじゃないとか。 はい、いや嬉しいですやっぱ映画の力をやっぱなんか昨日地方舞台あで藤井監督が言ってたんですけどあ言葉のニュアンスがちょっと違ってたら申し訳ないんですけどやっぱりなんか人生日々いろんなことはあるけど、まあ、この作品だったりその映画を見た時にはいい思いをしてもらいたいというかしっかりとこう希望を与えたいっていう特にやっぱり自分もこの作品にはそう思っていますし。うん やっぱりいろんなことあるけどあのこの作品を見終わった後にあいい作品見たなとか本当にそれだけでもいいしなんかそれくらいやっぱ映画の力だったり可能性ってすごいことだなっていうふうに思ってるので、うん、なんか本当に一人でも多くの方に届いてほしいしこんなにたくさんの感想をいただけて本当にありがとうございますありがとうございます。はい そして横浜さん選んでいただいてありがとうございますあれまだ選んでないですか <laughs> これはもう後で見ますねそうですね、はい、もう時間がね結構ギリギリの、ね、本当に申し訳ないいいえいいえありがとうございますあのねなかなか選ぶのは難しかったと思いますが